したトークなんかを行っちゃいたいと思いますので、聞いていきましょうか。まあね、皆さん投票の時間を利用したということで、ちょっと気軽な感じでお話ししたいなと思いますので、はい、さあでは今日のユニモーに集合してください。ユニモーはい、よろしくお願いします。さあ、今日はね、ステージを見ようか。落ちやるからね、ちょっと待ってね。なるほど、君もね。
紹介してくれた半年後にそのアイドルが解散するという事態になる。よくはないね。だってちょっと気持ちも、でもその分もね、今日のステージの時に分まで頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして国士舘大学は CK 中澤、お名前の方お願いします。なるほど。皆さんの力でちょっと後押しされて踊れたと。なるほど。本当に堂々としたパフォーマンスでしたよ。また頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。朝旬でございます。さあ続いて、皆さんのおかげで超楽しかったです。ありがとうございました。皆さんのおかげですって。堂々とやってましたけどね。どこ、あら、そこだけ出ないと大丈夫ですか。村長さん、どこの村の、どこで質問してますけど、どこですか。これ、あれですよね、何もテレビとか入ってない、あの村村村って一応答えてます。村それは、ほら、だからそういう雰囲気が村長、村長、はい、結構、やや受けだったけどもこれは大丈夫、あの別の船を今度まで考えてください。なるほど、スケッチブック出した人が苦笑いしてました。そういうことですね。しょうがない、フィフティフィフティですよ、これね。なるほど、なるほど。はい、そのちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごかったですよ。すごいです、一人でね。はい、さあ、そして続いてでございます。和田大学ですね、ここ大学って呼ばないで、はい、で、お名前をお願いします。お願いします。学者志望、私はこの政治だから自己紹介させていただきます。認知されたのかな、もうよく分かられないんじゃないか、うん、ね、検査
始まる前はもう緊張してた。あ、そう、みんなそうなんだ。緊張するんだ。骨の髄まで行かれてる。骨の髄までカクカクして。あ、そう。わからんぐらい。あ、そんなわからんぐらいやられてました。でもどうですか、もう一回舞台出てパフォーマンスして、し終えた後は。うん、フェスティブとか、はい、あと台湾ライブとか。台湾ライブ2組でやってるやつ、はい、2組どころじゃない。うん、2組どころじゃない。なるほど。15組。あ、それでつながるとこにこう行っていくの。そうですね。それとかちょっとヒント得たりしながら。そうですね、普段からアイドルの文化を提供してます。なるほど。だんだんめちゃめちゃ踊りそうに見えなかったですね。いや、完璧でしたよ。じゃあ最後のパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、はい、そろそろ投票時間の締め切りが迫ってきました。なるほど。ユニボーイの皆さんとお話ししたかったんですけども、ちょっとこちらトークコーナーはこれで終了といたします。はい、ユニボーイの皆様どうもありがとうございました。させていただきます。はい。